藤井隆夫、藤井隆夫、藤井隆夫、1943年3月14日体は、日本の政治家。自由民主党岐阜県連顧問、社団法人全国地水砂防協会理事、元社団法人日本プロテニス協会会長、現、名誉顧問。衆議院、議員、5期、参議院、議員、4期、運輸大臣、第73代、大倉政務次官、 第3次、中曽根内閣、参議院大倉委員長、衆議院議員運営委員長、衆議院予算委員長、参議院懲罰委員長、自由民主党参議院国会対策委員長、日本維新の会国会議員団総務会長兼選挙、対策委員長、次世代の党総務会長兼選挙対策委員長、同顧問などを歴任。1943年、東京府。 後の東京都にて、新日本製鉄副社長や、参議院議員を務めた、藤井野江馬の三男として生まれた、岐阜県白川町出身。1965年3月、成城大学経済学部卒業。同年4月、アラビア石油株式会社入社。1971年より2年間カタール、石油株式会社に出向し、アラビア半島カタール国で、 石油開発事業に従事。1973年、アラビア石油株式会社に復帰し、水野総平社長秘書として勤務。12年間のサラリーマン生活を経て、1977年に、大社し、父である参議院議員、日野江馬の秘書となる。1980年12月14日、父の藤井日野江馬が、議員任期中に死去。 これに伴って1981年2月1日に行われた参議院岐阜県選挙区補欠選挙に自民党新人として立候補し初当選。1986年7月の参議院議員に期目当選。第三次中曽根内閣で大倉政務次官。1989年衆議院旧岐阜2区への蔵替えを目論む。ところが、 同年7月の第15回参議院議員通常選挙で自民党現職の杉山礼城が連合の開講人の高井和信に敗れたため、非改選だった藤井は蔵替えを断念した。1992年7月に参議院議員3期目当選を果たし、参議院自民党国会対策委員長等の要職を歴任した。1993年6月18日、 参議院議員を辞職し、同年7月の第40回衆議院議員総選挙に、旧岐阜2区から倉替え室は、衆議院議員に当選する。以後4期連続当選。ただし、1996年の小選挙区制、導入後は岐阜4区で重複する、同じ自民党の金子和義と、コスタリカ方式を取り、2000年の第42回衆議院議員総選挙では、 比例党海ブロックから比例組での立候補者として自民党の一位、単独で当選した。1997年9月の第二次、橋本改造内閣で運輸大臣に就任。衆議院議員運営委員長には、ゼネコの汚職事件で二審有罪判決、懲役1年6ヶ月。 追徴金1000万円が出た中村喜四郎への議員辞職勧告決議の会議状定の採決が2001年5月18日に委員会で可否同数になったとき委員長決裁で否決とした予算委員長などを歴任する2003年9月には野中博武の支援により現職の総裁小泉純一郎の再選を阻止するため橋本派 平成研究会の候補として、闘争再選に立候補する。しかし、橋本派では、藤井の兄貴分である村岡健三や、参議院の実力者である青木幹夫らが、小泉再選を支持し、派閥が分裂、小泉に敗れた。その後の人事で、金子が閣僚に就任したことは、小泉による藤井の総裁選出馬への意思返しとも、言われた。 2005年7月5日、郵政国会で反対票を投じた。このため、同年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では、自由民主党の公認を得られず無所属で出馬。同党公認で出馬した金子に赤敗。その後自民党から正式に離党勧告処分が下り、離党する野田聖子、佐藤ゆかり、金子和義、小谷刑事、松田和夫の子も参照。 2006年11月、自由民主党に復党し、2007年の参議院選挙に出馬し、参議院にく替えすると報道されたが、優勢党半組復党問題に絡み現職議員、以外の復党は参院選終了後まで認めないと、党は決したため、結局無所属で自民党の推薦を受けて出馬することとなった。二区の岐阜県選挙区の2007年改選の議員に、 大野津也子がいたために、自民党岐阜県連は大野を公認候補とし、藤井を推薦候補としようとしたが、同志打ちが予想されたため大野が反発。しかし、2月に大野が2007年参議院選挙に立候補をせずに引退することを表明したため、岐阜県選挙区の与党系候補は藤井に統一された。2007年参議院選挙では、農村山間部の保守層を中心に支持を集め、 トップ当選。同年8月1日、自民党は2007年参議院議員選挙で大敗したため決員が生じている同党の党紀委員会の審査を経ず、委員長、笹川隆史の職権で仮復党を認めた。同年9月7日、党紀委員会で正式に復党が認められ、古巣の津島派に復帰した。2009年9月、参議院懲罰委員長に就任。 2010年4月8日、自民党総裁の谷垣定一に直接会って、離党届を提出し、同年4月10日に決闘された立ち上がれ、日本に参加、党参議院会長に就任。自民党会派を離脱したことを受けて、同年4月14日に参議院懲罰委員長を辞任した。自民党宛の離党届は、同年4月27日の党記委員会で了承された。 2012年12月の第46回衆議院議員総選挙において参議院議員から倉替えし比例東海ブロックの日本維新の会からの出馬を表明した。同年12月4日、第46回衆議院議員総選挙の公示を受けて比例東海ブロックへ日本維新の会から単独立候補1位として出馬し公職選挙法の規定により参議院議員を退職。 失職。選挙の結果、衆議院議員に当選した。維新では、国会議員団総務会長兼国会議員団、選挙対策委員長を務めた。なお、日本維新の会執行役員で、総務会長を務めていた大阪府議会議員の東、徹トールは2013年の議員議員選挙で当選し、参議院議員となったが、国会議員団総務会長は引き続き、藤が務めた。 2014年日本維新の会文党に伴い、次世代の党に参加、同党総務会長、選挙対策委員長に就任した。同年12月14日、第47回衆議院議員総選挙に、比例党会ブロックへ次世代の党から単独立候補1位として出馬したが、落選した。選挙後、太陽の党に移籍した、園田博之に代わり党顧問に就任した。 2015年9月28日、自民党岐阜県連に復党願いを提出。2016年3月、自民党は復党を認める方針を示した。その後、3月22日に復党が了承された。2017年、第48回衆議院議員総選挙に自由民主党より比例党会ブロック33位で出馬したが、 名簿順1位の候補者が全員当選しきらなかったために落選した。総選挙後、今後の国政選挙に立候補しない意向を周囲に伝えていることが分かった。2018年春の叙勲で朝日大受賞を受賞楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。